肉まんには重さ5キロ超えの巨大ハンバーガーがある。一行が訪れたのは茨城県つくば市にあるカフェレストラン。ここにあるのが、これまで完食した人なしのそのメガ盛り、食べれるもんなら食べてみろ。これまで完食した人がいないメガ盛りハンバーガー登場まであと30秒カウントダウン。まず特製の巨大ハンバーグを自由、なんとフライパン丸々1個分、それを乗せるバンズも特大、レタスは一玉丸ごと、トマトもびっしり、こんがり焼かれたビッグハンバーグを2枚。何これ、普通のハンバーガー多分150-160よ、多分200ない。お待たせしました。現れたのは山のようにそびえ立つ巨大ハンバーガー。総重量はなんと5キロ超え。その内訳は直径30センチのバンズ、そこに1枚 1.3 キロもある巨大ハンバーグを乗せて、また乗せる。このメガ盛りバーガーに新メンバーもえあずが挑む。いける、いただきます。デビューするの行く直接。うわ、行った、うわ、豪華、行った。何目線、ほんまにもっちもっち、おいしい。なかなか届かない。可愛い外見とは裏腹に豪快にガブリ。ものすごい勢いで食べ進めるもえあず。すごい、おいしい、キュンキュン。すごい、かわいい。こんなもえあずに怒りを我慢できない女が。私もこれ言っていいですか。新メンバーの活躍にジェラシーか、木下突然の参戦表明。ここに大食い女子たちのプライドをかけた戦いが勃発。しかし、なぜここまでのメガ盛りハンバーガーを作ったのか。お客さんに楽しんでもらいたいっていうことから、まあ、考えたんですけど、完食した人はゼロで無敗か、はい、減ってるよ。実はこのビッグつくバーガー誕生以来8年、完食した者はいないらしい。果たして2人は食べきれるのか。いやでも大食いはね、止まると急に止まるよね。結構うまい。あら、嘘でしょ。まさかギブアップかと思ったその時、キュンキュンタイム、キュンキュンタイム。まあまあ頑張って、頑張る、キュンキュン、頑張る、キュンキュン。すると、キュンキュンのおかげか、ハンバーガーを平らげ、残るはポテト。ポテトが減ってる。ダメだ。すごい、いった、すごい、すごい、巨大ハンバーガーを完食、史上初の快挙。その40分後、そして、食べるね、すごい、おお、やったー、すごい、すごい。負けじと木下も完食。すごい、すごい、信じられない。というわけで、関東メガ盛り3連戦、まずは大食い女子たちの勝利。すごい、yeah.